皆さん、こんにちは。本日も Google 社員による Google 検索オフィスアワーの時間となりました。本日お届けするのは私、アンナと、えー、私、カナヤのいつも通りこの二人でお届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まず Google からのお願いになります。はい。本、はい。本オフィ e ーでは、ハッシュタグ Google 検索オフィスアワーを使用しております。 なので、質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひこちらのハッシュタグ、Google 検索 OfficeHour をつけて SN、SNS に投稿してください。お願いします。はい、では、Google からのお知らせに移りましょうか。はい、えー、Google からのお知らせです。えー、こちらですね、すでにもうあのアナウンス、今週の月曜の夜ですかね、あのアナウンスしたことなんですけれども、この OfficeHour を放送している まあ、あの、YouTube チャンネルが、の登録者数が40万人を突破しました。パチ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 。イェーイ<う>まあ、今週じゃなくて、先週ですかね今。今週、あ、そうかそうか。<laughs> この見ると、すみません、1週間前なんで、あの、今週、先週ですと。<laughs> あの、本当にまあ、皆さんのおかげなので、本当にありがとうございます。まあ、せっかくなので、ちょっとあの、触りのところだけ見てみようかなと思うんですけれども、よかったら。 Okay, okay seriously, seriously, who called this, call this meeting? Uh, uh, Gary, <laughs> your camera is off. John, John you're on mute. Oh, oh sorry. Oh, anyway, oh, sorry. Anyway, I just, I just wanted to, to share with, with all of you that, you that our YouTube, YouTube channel has reached has... four hundred thousand subscribers. What? Four hundred thousand subscribers? That's a great piece of news. Arigato to all of our viewers. Yeah, thanks a lot from all of us. Let's take a look at some of the best of from the last few years. Great idea, Takeaki-san. Let me present that. warning! Dinosaur videos. <laughs> <laughs> <All right. laughs> Is a hot dog a sandwich? <laughs> まああの非常にあの懐かしい、懐かしいビデオもちょっと出てきつつ、本当にやっぱり40万人ってすごい、僕が始めたとき何人ぐらいだったんだろう、でもなんかあの結構30万、ついこの間は多分30万人、ついこの間じゃないですよね、すみません、僕、長く生きてると結構ついこの間 <laughs>、10年ぐらい前はついこの間みたいに思ってしまう時もあるんですけど、本当に皆さんのおかげで、 まで来れたなと思うので本当にありがとうございますでですね、やっぱり、あの、ここの、あ、ちょっとスライドを戻すとですね、この、よいしょ、あ、そうですね、サムネイルを見ていただくと、ちょっと感じていただけるかなと思うんですけれども、今、なんとなくオフィサワーを、ああのこの YouTube チャンネルでビデオを主に投稿してる人たちがこう映ってるんですけれども、こうして見てみると、やっぱり今、英語以外の言語で、 まあオフィスアワーなどやってるのってほとんどないんですね。まあ、ジョンが多分時々ドイツ語でやってるかなとかっていうぐらいで。なので、なんかあの、まあ皆さんもですね、やっぱり日本語のオフィスアワーがあるっていうのは、あの、一つの、あの、まあポイントだと思うので、ぜひ日本のオフィスアワーを、あの、うまく活用していただけると嬉しいなと思います。なので何かあの、ちょっと聞きたいことがある。で、やっぱりあの、 まあ何人かの方も直接ジョンとか英語の方で質問されてる方とか、英語の方見られている方もいらっしゃるので、それはそれですごくいいかなと。それは全然良いですが、やっぱり英語が得意でなかったり、何かあの、まあ,あの日本語で聞きたいって方もいらっしゃると思うので、そういった方は僕らの方もうまく活用して使い分けていただけるといいかなと思います。はい。 ありがとうございます。なみにこれですよね、私たち一回もチャンネル登録してくださいねとか、高評価してくださいねみたいな YouTuber の方々が言われるようなコメントを一回もしたことない気がするんですけど。<laughs> じゃあ、どうぞ、アンナさん <laughs> あ。ぜひチャンネル登録、高評価、お願いします。<laughs> お願いします。やっぱりあの、そうですね。皆さん、この。 放送、番組を見て気に入っていただけたら、ぜひチャンネルの登録をよろしくお願いします。みたいなことを言っていこうかなと思います。あんまりね、そのあの登録者数を増やそうとかっていう意識がなかったので,で、ちなみにちょっと裏話をすると、これあの、まあ、当たり前ですけど、みんなそれぞれの自宅から、あの自宅だったり、それぞれの場所からあの録画してるので、 あの本当にみんなバラバラなんですけど、あの、僕とアンナさんの映像だけちょっとあの、若干問題があって、2回撮り直したっていうね <laughs>、あの、小さな裏話があります <laughs>。まあまあ、それはいいとして。なので結構ですね、このビデオを撮るのに意外と、僕なんか一言しか、あの、ないんですけれども、まアンナさんも一言か <laughs>。でも、まあまあ長かったので <laughs>、そこの、そこの、まあいいや、その、この話、 続けるると時間がなくなくかららこのぐらいにしておきますはいというわけで次の話に行きたいと思います。次がですね。<Okay. S 1> あというわけで次のトピックは、あそう,そうですねこの動画皆さん見ましたっていうちょっとご紹介なんですけれども、このトリリオンズオブクエスチョンズ、ノイジーアンサーズ、ホームムービー about how Google search works、mm hmm. というまあ動画が出ました。 ぜひですね、こちらも見ていただけると嬉しいかなと思います。こちら、僕はツイッターで、あの、おそらく Google あの、英語の Google アカウントか何かで、えっ、ー、と、ツイッターアカウントでシェアされたものそのままリツイートだけしたんですけれども、おそらくですね、あの、あの、まあ、いわゆる SEO に関心が高い方は、僕がリツイートしたこの動画を当然見られてると思うんですけれども、まあ、すごくやっぱり役立つ内容がたくさんあるんですね。なので、 すごいあのご紹介したいと思うんですけれども、基本的に英語なので、ぜひですね、こちら見る際にはあの、自動の字幕で日本語にしていただけるといいかなと思います。もちろん翻訳は完璧ではないんですけれども、まあ、なんとなくこういう検索の知識の予備知識があるような方だと理解できるかなと思います。で、まあ、あの内容的には、この Google 検索の仕組み というかですね、そのいわゆる検索の仕組みにとどまらずにですね、まあ、どのようにアルゴリズムが決定されているかですとか、そのアルゴリズムをどう導入しているかですとか、まあ、そう例えば、えーとまあ、品質評価ガイドラインなどがどう影響しているかですとか、そのレビューアーの方々の評価がどう利用されているかみたいな話が、おそらく記事で読むよりは、よりまた具体的に分かるんじゃないかなと思いますし、 あとですねやっぱりあのそれを検索のもう本当にトップの,あの人たちが出てきてるのとあと実際に現場の人たちも出てきたりしていてすごく生々しい感じであのま見れるんじゃないかなとやっぱり僕らが普段言ってることと同じことでもまた別の切り口からあの同じことを聞くことでまた違ったニュアンスがつかめたりすることもあると思いますのですごくいいと思います。 であとですね、やっぱりこれを見て何かすごいランキングがぐっと上がるみたいな話は特にないかなと思うんですけれども、やっぱりこの Google 検索の仕組みとか、僕らがどうやって例えばランキングを決めてるかみたいなことの理解が深まることで、例えば何か皆さんが良いコンテンツを作ろうとか、順位が下がったっていう時に何を変えればいいのかみたいな、あのどうすればより良いコンテンツが作れるのかみたいな時に、すごく、まあ、あのブレないと申しますか、何かあの表面的な SEO みたいなものに振り回されることなく、やっぱりコンテンツの改善にフォーカスできるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、こちら、一度見てみることをお勧めします。で、結構長いので <laughs>、1時間ぐらいあります。なので、例えば、会社がオープンされている方々は、例えばランチタイムにみんなで見てみるですとか、何か、まあ、みんなで バラバラに見てちょっと感想を言い合う場を作るですとか、そういった感じで見てみると面白いんじゃないかなと思います。はい。というわけで、おすすめです。ということで、次のトピックです。いすはい。はい。えー、っとですね、次のトピックは、まあ、本日といってもですね、これは12月4日の、まあ、午前2時5分ところなんですけれども、えー、まあ、コアアルゴリズムのアップデートがありました。 という話なんですけれども、こちらですね、ちょうど、えー、あすみません、ちょうどといっても、この放送からそれともう1週間経ってるんですね。<laughs> この収録をしている日の朝あの、このロールアウトが完了したというツイートをしておりますので、もう多分、このみな皆さん見られている時にはもう1週間経ってると思いますので、順位は安定していると思います。ぜひですね、あのこちらの,あのツイートでご紹介しているブログの記事などを まあ、もし下がったとっいう方などは参照していただいた上で、より良いコンテンツの改善などを心がけていただければと思います。はい。というわけで、まあ、今回のご質問に入っていきたいと思います。はい。ありがとうございます。多分ね、あの年末会ていうところもあるんですけど、あの1時間は超えてしまうんじゃないかなということを、金谷さんと話しております。<laughs> なるべく短めにいきます。はい じゃあ、まず、一つ目の質問から始めましょうか。まず、一つ目の質問。Core Web Vitals はモバイル検索のランキング要素かどうかに関するご質問いただいておりますえーバイタル。Core Web Vitals Page Experience FAQ がヘルプコミュニティで公開されました。そしてそこに次のような説明があります。At this time, using Page Experience as a signal for ranking will apply only to mobile search. で、ここで、えー、ご質問1点目。すべてのページエクスペリエンスシグナルがモバイル検索だけでのランキング要因なのでしょうかつまり HTTPS もセーフブライディングもおモバイル検索だけでた評価対象になっているということですかそれともおコアウェブバイタルとモバイルフレンドリー n d l y i n が、モバイルフレンドリーのランキングの要素なのでしょうかあというご質問いただいております。えー、こちら、あの、回答としてはですね、まあ、いいえと。 おえー、ですあいくつかの項目はページ全体の、ページの全体の全体的な要因のままあ残っていきます。で、ページエクスペリエンスがモバイルにのみ適用されるからといって、デスクトップ版を考慮しなくても良いということではありませんので、まあ、ぜひぜひ気をつけていただければいいかなと思います。 で、次のページに行っていただいて、えー、2問目、えー、at this time というのは、まあ、いつの時点なんですかと。例えば、この FAQ を公開した時点なのか、まあ、それとも、Core Web Vital がランキング要因になる2021年、5月時点の話なのか、というご質問をいただいていますが、えー、と、回答としては、at this time というのは、まあ、FAQ を公開した時点での、ことです。 はい、混乱させてしまっていたら申し訳ございません。 でですね、えっ、ー、と、まあ、そういった話の中で、まあ、気をつけていただきたいことがあるんですね。で、これは、あの、5月に公開されている、より快適な Web の実現に向けたページエクスペレンスの評価というブログの中でも、あの、言及があるんですけども、まあ、Google は、えっ、ー、と、ページエクスペレンスの様々な要因の特定と測定に継続的に取り組んでいきますと。 でえ、拡大するユーザーの期待に応えて、計測可能なユーザーエクスペリエンス要素を拡充するため、年単位でさらに多くのページエクスペリエンスシグナルを導入することを検討していますと。で、今後変わっていく可能性は大いにあるよっていったところを、ここのブログで、えーえー、説明しているわけですけれども。まあ そういったことで今後ページエクスペレエンスの秘標も更新されていく予定なので、その際には適切に適切なタイミングでアナウンスしていきたいと思っているので、公式ブログ等とはぜひぜひ今後も確認していただくのがいいかなと思います。どうぞよろしくお願いします。では次のご質問に移りましょうか。こちらに関してもですね、ページエクスペレエンスの話題ということで皆さんパフォーマンスについて興味があっていただくのは 大変ありがたいなと思うわけですが、まあ質問として、まあ来年5月実装が発表になった c o バイ Web Vitals についての質問ですと。PC 版とスマホ版でダイナミックサービスを行っている場合、PC 版の c o バイ Web Vitals のスコアが劣悪なスコアで、モバイルの c o バイ Web Vitals とか問題ない場合、 この場合は PC 版の検索だけに影響するのでしょうかということなんですけども、まあこちらに関しては一つ前の質問でえ取り扱ったように、まあページエクスペリエンスのシグナルは、まあ現在モバイル検索だけでのランキング要素です。なのでモバイル版が問題なければ特に問題ないです。 で、こういう Core Web Vitals の話をするときに、まあもう一つ気をつけていただきたいところっていうのは、このデータの種類どういったものなのかっていうことなんですけども、基本的に、えー、これにはフィールドデータを活用しております。なんで、理論値的なラボデータ、例えばラットハウスでシミュレーションしたようなラボデータなどは使用されていないということも注意していただければいいかなと思います。 で、このページの質問二つ目なんですけど、アンプ版とモバイル版、スマホ版のコア r イタ e b v スコアが良くて、アンプ版が劣悪な場合、検索の影響はどうなりますかと。そして、またそれが逆の場合、モバイル版が悪くて、アンプ版が良い場合はどうなりますかというような質問なのですが、こちら、えっと、具体的な URL がなかったので、ちょっとどういうサイトの構成を,を意図して質問されているのかなっていうのが、 あの、ちょっと、ここは想像になってしまうんですけども、ま、もしペアバンプを採用されているような場合ですね。これは、ま、前回のオフィスアワーでも紹介したんですけども、ま、クラックスデータの話かなと。 で、えー、クラックスデータではですね、まあ、アンプキャッシュはオリジンに反映されています。なので、まあ、どちらのデータも指標として使われているわけではあるんですけども、まあ、もし、もしどちらかのサイトパフォーマンスがまあ劣悪だなっていう、劣悪のスコアが出てるなっていうのが、ちょっとあのーお、実感されている場合はですね、まあ、どちらにしても改善することをお勧めしますと。ただ、どちらのデータも使われてる。 使われてますよっていうところは、あの、ご確認いただければいいのかなと思いました。はい。それでは、ありがとうございました。それでは、あ続いての質問に移りましょう。ウェブに関する主な指標の数値の乱効果がありますという質問に関するご質問いただいております、うん。うん。サーチコンソール内の数値が乱効果している点について、えー、質問です。ウェブに関する主な指標のモバイルの 不良の項目で10月後半に数値が、えー、3分の1かな ?3 分の1以下までに,いにいや一気に下がり、ほぼゼロに近い日々が続きましたと。で、その後11月後半あたりでほぼ以前と同じぐらいの数値に突然戻りました。で、質問を3点いただいております。 で、えーまあ、今回、不良の項目なので、そもそもゼロに近い数値であることが望ましいという認識ですが、よろしかったでしょうかという質問、えー。こちらに関しては、はい、あのゼロに近い方がいいです。えー、もちろんあの、良好は増えた方が良い数字ですし、まあ、不良は減った方が良い数値として、サーチコンソール内では見ていただければなと思います。 で、えー、そして2点目、クライアント王様でコアアップデートを気にされているのですが、長期事象とは日付が重ならないので、関係ないと私は考えているのですが、関係ないと言い切って大丈夫でしょうかというご質問です。えー、こちらに関してもですね、まあ、コアアップデートとは関係ないと思いますので、まあ、あのー、CLS なので、えー、サイトのパフォーマンスの話となっています。はい。 3、えー、つ目の質問ですね。詳細には CLS に関する問題とありますし、広告欄が多い情報サイトのため、CLS でツッコミをいただく理由も分かる気がするのですが、CLS が改善されるようなサイトのシステム改修などが行われていないのに、 突然数値が下がり、突然上がった理由に、理由が思いつかないので、原因をどう考えれば良いでしょうかというご質問をいただいてます。はい。まあ、こちらに関してですね、そうですね、ちょっと広告なので、まあ、その、リクエストで返ってくる。 レスポンスで返ってくる広告の種類等々にもよるので、ちょっと一概には何とも言えないなという気がするんですけども、まあ、おそらくこの、質問者の方は、まあ、サーチコンソールのレポートを詳しく見ていただいて、多分、ライトハウスのリンク等々も見て、ちょっと、どういったことがパフォーマンスに影響を与えてるのかな、みたいなところは確認していただいて、 るんだろうなっていう前提のもとお話ししたいと思います。で、えー、この後の話っていうのは少し技術者向けの方へのお話にもなるのかなと思うんですけども、まあ、CLS に関して、えー、と公式ページ、web.dev という公式ページにあの説明がございますので、ぜひぜひそういったところ活用してください。具体的には web.dev スラッシュ CLS スラッシュ。 だったりとか、あの web.dev スラッシュオプティマイズダッシュ cls スラッシュみたいなところを、あの、多分どなたかがツイートしていただけると思うんですけども、あの、こういったところに説明があります。で、まあ、要点を、お、カイツマンで言うと、まあ、一般的に cls に影響を与えるような要素として、まあ、5つありますと。で、まあ、1つ目に関しては、ビデオス用ハイトのような、まあ、サイズ属性が イメージやビデオのコンテンツにない場合だったりとか、まあ、2点目、同、え、様、ーまあのことが、まあ、広告やエンベッド、アイフレームについても言えますねと。でまあ、3点目、ですね動的にコンテンツが挿入された場合だったり、えー、こういった場合もあの影響を受けますよとで。4点目、ウェブフォントがある場合。そして最後に5点目、ド、え、ム、ー、の更新が行われる前に、ネットワークのレスポンスを、まあ、待機するような。 あそういったアクションがある場合、まあ、こういう5つのような要素が、あの、主にシューレスに影響を与えるというふうに言われていますので、なんか心当たり等々あれば、あの、ちょっと確認していただければいいんじゃないかなと思いました。はい。こんな感じで、えー、いいのかなはい。ご質問ありがとうございます。どうもありがとうございました。結構、 たたくさんご質問いただけれども、まあ、関心がやっぱり高まってきてるんだなっていうのをすごく感じますのでぜひですねあの、えー、この辺の,あのご質問はもうアンナさんがエキスパートですのでぜひいろいろご質問いただければと思います前回の動画であのアンナさんがあの私にはショートアンサーしかないみたいに言ってたんですけれどもそんなことないので今も結構たくさん答えたと思いますしぜひですねあのどしどしご質問いただければと思います はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続いての質問に参りましょう。URL 検査ツールの読み込めなかったリソースに関するご質問いただいております。URL 検査ツールにて、クロール済みのページを表示、そしてその他の情報から読み,め読み込めなかったリソースを確認すると、画像やスタイルシートなどのリソースがリストアップされていて、その一部にその他のエラーと注釈が付けられているものがあります。 によってブロックされていますのように理由が示されておらず対応方法が分かりませんこれはサイト側に原因があるエラーなのでしょうかまたどのように対処したらよいのでしょうかとのことですこちらいかがでしょうかはいえー、とそうですねこちらに関しましてはあのまあ 実際に URL などをいただいているんですけれども、まあ、割と一般論としてちょっとお答えすると、このその他のエラーが出ている項目に、実際に URL もいろいろ書いてあると思うんですね。つまり、何の項目が読み込めなかったかっていうことは具体的に示してあると思います。ですので、もし何か、何ですかね、このその他のエラーですので、一つの理由ではないんですね。なですので、その URL、 の先を見て、どんなファイルが読み込めなかったのかを一つ一つご確認いただいて、いただくのがいいかなと思います。で、あの結構ですね、やっぱり読み込むたびにちょっと内容が変わることもありますし、やっぱりあの実際に、例えばあのユーザーが実際にブラウザーを使って普通に閲覧するのではなくて、やっぱクローラーが見に行くところで実際に読み込めないファイルがあったりですとか、あのまあ、そうですねあの、ユーザーと同じようにやっぱり取得できない。 場合もあったりしますので、そこで取得できなくても良いファイルと、取得できなくてはいけないファイルとあったりします。ですので、例えば、あのサイトのデザイン、ページのデザインにすごく関わるようなあの CSS のファイルは、実際を見込めていないみたいな場合には、何かそこの、あのな,んですかね、なぜそれがあのロードされなかったのかみたいなところに、サーバーに何か問題が発生しているかもしれないですし、実際には、あの ファイルがものすごく重いですとか何かあるかもしれないの知れませんのでそういったものを少し見極めていただくといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では続いてのご質問に移りましょう。PC ページに設定するアノーテーションタグに関するご質問をいただいております。 p c 用サイトとモバイル用サイトの URL が異なるため、えー、アノテーションを指定するのですがあの、タグ内にあるマックスウィルスの値は変えず640ピクセルでなければならないのでしょうかあ。この値がガイドと異なる場合、どのような影響が出るでしょうか。アノテーションにおいてマックスウィルスはどのような役割をしているのでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えー、っとそうですねこちらまああの ショートアンサーでいうと640でなければならないということは全然ないので、まあ、皆さんのサイトが設定しているあの値を、モバイルサイトとしての,あの上限値みたいなところを設定していただくといいかなと思います。って感じですかね。何か、アンナさんあれば。あ、はい、大丈夫だと思います。あと、ックスウィ t スはどのような役割をしているのでしょうか。 っていうご質問なんですけど、マックス・ウィドスに関してはあの、読んで字がごとくあの、幅の最大値っていうところなので、まあ、もしかしたら質問者の方っていうのは、マックス・ウィドスというよりメディアの方を聞きたいのかなとあの推測しまして、まあ、メディア属性っていうのを調べていただければ分かるんですけども、まあ、リンク先の文章だったりとか、読み込む外部のリソースが、まあ、どのメディアに、えー えの適用するものなのかっていうものを指定するようなタグになってますので、えー、それの最大値最大幅っていうのがワックスウィルスということになります。よかったですかねはいもし何かの僕らが答えでなければちょっとあの <laughs> もう一度ご質問いただければと思います。はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょう。リンク掲載を促すとリンク違反になるかどうかについてのご質問いただいております。あるサイトでリンク掲載を促すページを発見し、そのアイデアを拝借しようと考えたのですが、ふとリンク違反になるのではないかと思い、確認させていただきました。ルール上問題がなければ取り入れようと考えているのですが、いかがでしょうかとのことです。えー、こちら、いかがでしょうかはい、えっ、ー、と、そうですね。こちら、 あのちょっとショートアンサーが難しい話かなと思いまして、まあ、実際にどういうあのページかと申しますと、まあす、すごく簡単に言いますと、このページをリンクしてねという感じの、まあ、バナーを配ってるんですね。で、このバナーを配っていて、このバナーを設置していただくことで、あの検索などにもあの表示されやすくなって、多くの方にあの見られやすくなりますというようなことが、すごいすみません、簡単に言うと書いてあるんですけれども、 えとそれがですね、まあ、リンク掲載を促すこと自体というのは、ガイドラインに違反するかという意味では違反にはならないですと。実際にあの僕らが言っているそのリンクの、えー、手動対策の対象になったりするものは、実際にそこにリンクが、初リンクがあって、そまたはそこにへの、何ですかね、リンクを受けているページがあの、まあ、問題になりますと。 なので、手動対策などの、ま,あ、また自動の対策の対象になる可能性があります。ただ、あのあすみません。ですので、この実際にな促しているページ自体は、えっ、ー、とですねペ、ページ自体が直接、あの、まあ、あのまあ、受けている可能性はあるので、ちょっとそこ何とも言えないですけれども、促す行為自体が悪いかというと、まあ、違反にはならないかなと。 ただし、その、あの、ま、ページランクをやっぱり渡すことを前提とした書き方をしていますので、実際にこれによってリンクしたページが、あの、そうですね。ただ、実際に僕らがこれを、えっと、ガイドラインの違反として考えるかどうかというのは、ちょっともう少しいろいろな要素を、えっと、ま、考慮して決めなくてはいけないかなと思うので、ちょっと何とも言えないかなと。 ただ、その一方で、やっぱり相互リンクを呼びかけるですとか、やっぱりそ,のそ,そもそもリンク、インターネット上にあるリンクというものは、やっぱりこの僕らが、あの、何かリンクというものをすごくあの制御、あの制御というのは制限したいものではなくて、やっぱりそのインターネットの、まあ、インターネットというか、まあ、ウェブのある意味最大の、最大のってちょっという情報があるかもしれないですけれども、まあ、あの、えっ、ー、と、まあ、最大の発明のうちの一つというか、だと思いますので、そういったものを、 あの全然制限するつもりありませんので、あのよかったら皆さん、このページをリンクしてねみたいな形で、例えば呼びかけたりすることをあのは全然悪くないかなと。ただ、やっぱり、ね、あのそこで検索結果によって、検索エンジンがあるからそれを呼びかけるのであれば、あのまあ、やめた方がいいんではないかなと思います。という感じですかね。うん、ちょっとあの これは違反です、違反でありませんみたいな感じで言えることでもない,ないのであの、ちょっと説明が難しいところがあったので、解釈が難しいかもしれないですけれどもあの、まあ、検索エンジンをなければ、Google がなければやらない行為であれば、やらない方がいいかなと思いますということで、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。再審査リクエストが承認されない件に関するご質問いただいております。 ヨガ情報メディアを運営しております。10月16日に Google の価値のない,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 い品質,質の低いコンテンツの手動対策を受けました。これを受けコンテンツを改善し、再審査リクエストを行いましたが、一向にいい承認されません。ガイドラインにそういうような状態になっていると思うので、何をしたらよいか途方に暮れています。競合サイトと比べてもコンテンツには自信があります。 承認の理由や改善の観点など、ご意見いただけたら幸いですとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えーと、そうですね、こちらの,、まあ、さいあのご質問に関しても、まあ、サイトの URL などはいただいておりますと、でその上であの、まあ、ショートアンサーとしては、やっぱりコンテンツの改善をに注力してくださいということに尽きるかなと思います。 でもう少しちょっと細かくご説明というかコメントしますと、まあ、これはあくまでもちょっとあの、すいません。えっ、ー、と、あ、まあ、ちょっとあれだな。えっ、ー、と、すいません。えっ、ー、と、ちょっと説明、説明というかあの、補足すると、まあ、あの、やっぱりこのいただいたサイトを見たときに、やっぱりいくつか、あの、申し訳ないですけれども、やっぱり第三者的に見たときに、やっぱりいろいろ、んって引っかかることがあります。例えば、ドメイン名で。で、例えば、ドメイン名が、 あの、サイトのテーマに対して、なぜこのドメイン名を使ったのかというところに少し引っかかるところがありますし、すごく、あの、まあ、専門性が求められるようなテーマ。まあ、ヨガの、あの、というテ,テーマのサイトにもかかわらず、例えばヨガと何も関係ない会社が運営者であるですとか、あの、まあ、あとやっぱり、すごく、あの、 まあ、なんですかね、平たく言うと、やっぱり広告収入と申しますか、アフィレート収入ですとか、そういった形の、まあ、マネタイズの要素がすごく多いかなと思いますので、今僕が言ったことの、すみません、あの、一つ一つが、何か、この一つが理由で何かあのガイドライン違反になるですとか、主導対策の対象になるってわけではないんですけれども、まあ、あの、総合的に見たときに、まあ、ちょあの、いろいろ、なんですかね、やっぱりこのサイトが、 すごくあの良いコンテンツかどうかっていうところに少し疑問を感じるところがありますと。で、あの、ま、いろいろ、まあ、僕もこの、あの、関係者の人とも少し話をしたんですけれども、その時に出た話をちょっとご紹介したいと思うんですけれども、ちょまあ、例えば一つの例として、このちょっと古い記事ですけれども、2012年に出した、まあ、良質なサイトを作るためのアドバイスというブログ記事があります。 ぜひですねそちらの記事をちょっと引用してあのご紹介したいと思うんですけれども、例えば次のような項目を意識していただければ、いただいて再度サイトを見直して,見直していただくといいかなと思います。で、1つ目は、まあ、このサイトで取り扱われているトピックはユーザーの興味に基づいて選択されたものか、それとも検索エンジンのランキング上位表示を目的として選択されたものか。 そして2つ目は、コンテンツが害虫などにより量産されている、いないかどうか。そして3つ目が、健康についての検索に関して、あなたはこのサイトの情報を信頼できるか。そして4つ目が、サイトの名前を聞いたときに信頼できるソースだと認識できるか。そして5つ目は、記事のメインコンテンツを邪魔するほど過剰な量の広告がないかどうか。ということをですね、いろいろ。まあ 考えててていいいいいいたたただだきながががらサイトの改善に役立てていただければととと思ままますすはあありりううごござざしたでは、続いてのご質問に移りましょう。新規ページを即座にインデックスさせたい件に関するご質問をいただいております。Search Console のインデックス登録をリクエストボタンが一時的に無効になっている間に、新規作成したページをいち早くユーザーに見てもらうためにはどうすればいいでしょうか。 現在、試行錯誤で行っている,いるのですがあ、まず1点目、えー、XML サイトマップを送信。そして2点目、該当ページへの内部リンクを設置するです。もし他にも何かできることがあれば教えていただきたいですとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい。えっ、ー、と、こちらに関しましては、そうですね。まあ、あの、やっぱりこのインデックス登録をリクエストという、まあ、機能に関しましては、やっぱり基本的には、 こうした新しいページを即座にインデックスさせるみたいなことのために用意されているものではありませんので、何かそういった目的でまあ使いたいという方は、実際多分ですね、おそらく他に問題があるんですね。例えばサイトのコンテンツがそこまで例えば、僕らも例えばその何ですかね、このサイトはたくさん、あの、新規、えっと、フレッシュネスというか、何て言うんだろう、新鮮,鮮度。 ページの鮮度が重要なようなページに関しては、なるべくクロールの頻度を高く取得したりしています。ですので、そういったサイトだという認識がされることで、よりクロールの頻度が高まる可能性というのはありますので、ぜひですね、まあ、サイト全体の、まあ、改善と申しますか、そういった方向性での改善というものは少し何か意識していただくといいのではないかなと思います。で、その一方で、 じゃあ、あのただ、やっぱり作ったページを早く検索に載せたいっていうのをご質問に関して言えば、現在行われているようなまあサイトマップを送信するということと、やっぱり内部リンクなどを設置することで、まあ、クローラーのクロールをあの呼び込むということで、特に問題はないかなと思います。あと、強いて言いますと、まあ、そのクロールの統計情報なども あのさらに詳しくご確認いただけるようになりましたので、そうした統計情報などを見ながら、実際に新しいページがうまく効率的に、効率的に効果的にですかね、なんかあの、Google がクロールしているか、できているかどうかということをいろいろ試していただくといいのではないかなと思いいいいまますすははい、あありりががととううごござざいます。 では、続いてのご質問に移りましょう。インデックス登録を削除された件に関するご質問いただいております。こんにちは。Web 初心者なのですが、前回おっしゃっていたインデックス登録をもろに削除されたものでございまして困っております。Search Console で URL 検査を行ったところ、クロールエラーや重複のメッセージが表示されます。 また、正規化したい URL について、サイトマップでは検出されますが、ステータスが取得できませんでした L。L カノニカルリンク要素でマークアップも行いましたが、なぜでしょうかとのことですが、こちらいかがでしょうかはい、えっと、そうですね。こちらのご質問につきましては、URL をいただいておりまして、確認ができたんですけれども、そうですね。こちら、ちょっとあの、 いわゆる単純にあのインデックスから削除されたというものではなくてですね、まあ、クロールエラーが、まあのまあ、あのご質問にもあるとおり、クロールエラーや、えー、重複のメッセージが表示されていますと、で主にですねおそらくクロールエラーが問題のような気がします。ですので、あのまあ、クロール、あのまあ、具体的に言いますと、その例えば今回まさにあの、うん、今、 前のご質問でもお話しましたけれども、クロールの統計情報を見ていただきますと、このおそらくですね、このクロールエラーが発生していた状況について詳しい情報があると思いますので、ぜひそちら見ていただければと思いますけれども、おそらくこちらのサイトに関して言いますと、robots.txt なども取得できなかったんですね。やっぱり robots.txt というのは、Google がやっぱりクロール、 グーグルがそのサイトをクロールしていいかどうか、例えばあの、サイトオーナーの方がそのサイトを検索結果に載せていいかどうかみたいなところの意思決定のところを確認するようなものがありますので、そこがクロールできないとなりますと、グーグルとしてもその結果を配信していいかどうか分からないみたいな感じになってしまいますので、まあ、おそらく何かサーバー上に問題が発生していますというような気がします。ですので、それが、 サーバー、えっと、サイトオーナー側の何か設定の問題なのか、ホスティング側の問題なのかっていうのはちょっと僕らの方でもわからないですけれども、いずれにしても、おそらく普通のブラウザでユーザーが見に行ったときは見えるんですけども、クローラーが見に行ったときにクロールできないような何か設定になっているのではないかと思いますので、その辺をですね、一度ご確認いただくといいかなと思います。ですので、この、 えとですね、あの最後の方のステータスが取得できませんでしたというところは、あのまあ、単純にやっぱりあのクローラーがアクセスできないファイルになっているのではないかと思いますので、はい、ですので、まああの、そこを一度ご確認いただくといいかなと思いいいまますすはい、ありがとうごござざいます。では、続いてのご質問に移りましょう、クロールとインデックスの問題が発生した件に関するご質問いただいております。 サーチコンソールにてカバレッジ、クロール済み、インデックス未登録に登録されていた URL のページの内容を2020年12月2日に全体的に修正したところ、えー、Google 検索にてタイトルがいつまでも修正以前のままだったので、サーチコンソールにて URL 検査をしました。すると URL が Google に登録されていません。 と表示され、クロール以下のカバレッジの内容がすべて該当なしと表示されます。しかし、サイトコロンではこの URL は表示されます。実は2020年9月の中旬頃から改変したページのクロールが遅れるようになったり、新規に作成したページが、サーチコンソールの URL 検査、公開 URL をテストでは問題ないのに、サイトコロンで表示されないなど、 クロールとインデックスの問題が急に品質するようになってきました。自分のホームページに何かの問題があるのでしょうかとのことですが、こちらいかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、そうですね、こちらも、まあ、URL をいただいていて、実際にいただいた URL を確認したんですけれども、えっ、ー、と、そうですね、言えること、あの状況を確認できました。た,ただ、ここで僕が言えることとしては、 サーチコンソールのステータスに、あの僕らの現在の状況というのはきちんと適切に反映されているおりますと。でもし、まああのえー、このご質問いただいた方の側で何かできることがあるとしたら、やっぱりそのページ、またサイトの、まあ、をコンテンツを改善することかなと思います。 もう一つ言えることがあるとすると、まさにですね、このインデックス登録をリクエストという、今ちょっと機能を停止している、その機能が有効になった暁には、ぜひそちらをポチッとやっていただくと、インデックス、再度インデックスされる可能性はありますので、ぜひそちらを試していただければと思います。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。では、続いてのご質問に移りましょう。 Googlebot のアクセプトラ Language h e r が en-us で送信される件に関するご質問いただいております。現状として以下の4点。えー、1点目、セパレート URL で PC、スマホ版ページを管理するサイトを運用中です。そして2点目、PC とスマートフォンの間での表示切り替えはデバイスサイズを認識し JavaScript リダイレクトする仕様になっています。 そして3点目、同一 URL で日本語を含む5カ国語をユーザーのアクセプトランゲージヘッダーで切り替えております。問題点に関して、PC ページにスマートフォン用クローラーでアクセス、スマートフォンページにデスクトップ用クローラーでアクセスの場合で、下記のような事象が発生しております。HTTP ヘッダーを出力する php コードを埋め込んで、その内容も確認しました。レンダリング結果としては language、language イコール en-us で、accept language header は en-us になっています。で、質問内容なんですけど、ドキュメントの内容と一致していないことが確認できますが、使用でしょうかまた、使用の場合、Googlebot の accept language header を無視する対応をした場合、 クローキングに当たりますでしょうかとのことですが、こちらいかがでしょうか。はい、えっと、そうですね、こちらに関しましてはですね、すみません、あのちょっと細かくは調べていないんですけれども、まあ、URL を頂い,いていなくて、その状況で、まあ、このご質問の頂い,いた状況をいろいろ何度も読み返してみたんですけれども、具体的に発生している問題点はちょっとよく分からないなと思いまして。というのも、この問題点に挙げられている ところが、えーと、特に何か問題が発生する気がしないんですね。つまり、あのこの通常僕らはこの多言語、立ち行き対応というのは h レフラン語を使ってやっていただきたいと言っていて、その場合どうなるかというと、同じページ、同じコンテンツに対してそれぞれの言語版のページの数だけ違うページができます。例えば、英語版のページ、中国語版のページ、日本語版のページといった形で、 例えば、三カ国語対応であれば、3つのページができて、それぞれ1レフラングでアノテーションをしますと。で、このアクセプトランゲージで言語を切り替えている場合には、おそらく URL は1つで、そうですね、同一 URL で、それでアクセプトランゲージヘッダーを見て、言語を切り替えていると。つまり、この場合は Google、おそらく Google のクローラーは、英語で、 アクセスすることになると、あの英語、えー、アクセスしたデータは、おそらく英語版が返ってくるのではないかなと思いますので、この Accept Language に何も入ってなくても、入っていても、結局は最終的には英語が取られるのではないかと思います。ただ、えーと、もしデフォルトを何か英語、日本語になるみたいになっていた場合には、設定されていないものが日本語になって、設定 されてしまったものは英語になるみたいな感じになるかもしれないですけれども、これが、何、えー、ですかね、ちょっと具体的にどういった問題が発生しているかっていうのは、ちょっとよく分からなかったなと。で、えー、僕らのお勧めとしては、なので、こういったことが起きる可能性がありますので、HDF ラングを使うことをお勧めしていますということもありますので、ぜひ HDF ラングを使っていただくといいんじゃないかなと思います。 で、この場合に Googlebot のアクセプトランゲージヘッダをミスする対応をした場合にクローキングに当たるかどうかというご質問に対しては、ちょっとクローキングまあ、厳密に言うと当たるのかもしれないですけど、クローキングに当たるかどうかというよりも、本当にほ他にどんなデメリットが出てくるかちょっとよくわからないなと思うので、あんまり正直おすすめできない気がします。はい。という感じで。 ぜひ何かあのもうちょっと具体的な問題ですと URL などを一緒に送っていただくともう少しあの具体的なコメントができるかなと思います。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。もう少しコンテンツの内容を評価してほしい件に関するご質問をいただいております。あるブログサービスからワードプレスに記事を移転させています。 そのブログサービスでは301リダイレクトが使えないため JavaScript によるリダイレクトを行っていますが12月のアップデートで移転させて中身のない記事がいくつかまたあ検索結果上位に表示されるようになりました。Search Console でいつクロールされたかを確認したところ今年の4月中旬のままでした。 Google が301などのリダイレクト以外には、まあ、即座に対応できないことを知っていますが、クロール頻度が低いままアップデートで順位が上がることを見ると、ドメインだけの評価のように思います。えー、もう少し中身を見て判断してもらえませんか似た質問を1年以上前にしていますが、改善したいとおっしゃっていましたが、中身のないものを評価する傾向はなくなっていませんし、これは早急に対応すべきことではないのでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうか はい。えっ、ー、と、そうですね。こちらに関しましては、えっ、ー、と、URL をいただいておりますと。で、えっ、ー、とですね、まあ、通常、こういった、なんてうんですか、ご要望系ですとか、何かフィードバック系のまあ投稿に関しては、基本的にはあんまり取り上げないんですけれども、ちょっといろいろ、まあ、誤解があるかなと思いましたので、その誤解はちょっと、あの、ちょっと解こうかなと思って取り上げさせていただきました。で、で状況がちょっと、あの、多少複雑かなと思いますので、 あのもうちょっとあの解説、あの、なんですかね、ショートアンサーというよりは、少し、ご質問ではないので、ショートアンサーはないんですけれども、少しもう一度、上から順番に追っていきたいと思うんですけれども、あ,あるブログサービスからワードプレスに記事を移転させていますと。で、まあ、多くのブログサービスの場合に、ブログホスティングですね、まあ、リダイレクトなどはできないので、サイトの移転をまあする、まあ、旧サイトに訪れた方に来てもらうために、JavaScript によるリダイレクトを行っていますと。 で、実際に12月のアップデートで移転さす、まあ、アップデートをした、えー、アップデートを出て、ここはアルゴリズムのアップデートのことだと思うんですけれども、この中身を移転させてしまっていて、おそらくこの元のサービブログサービス上のコンテンツはリダイレクトさせるためだけの中身がない状態にもかかわらず、結局、そのページが検索結果に上位に表示されてしまいましたっていうようなニュアンスの質問、 で、間違いないですかね。はい。で、これは、あの、なので、中身がないページが上位に入ってるじゃないか。中身見てくださいっていうご質問だと思うんですけれども、これは、この、えっとですね、まず、検索の仕組みっていうのを非常によく、あのー、ご理解いただいてるかなとは思うんですけれども、 クロールして、まあ、インデックスして、そして検索結果を配信する。で、この検索結果を配信する際にランキングを作ります。で、でこのご質問いただいた方もご指摘されているとおり、Search Console で、まあ、最後にクロールしたのが今年の4月の中旬のままでしたということで、これがどういう意味かと申しますと、まあ、現時点であの、えーとですね、クロール、厳密に言うとクロール自体はもう少し何度か行ってるんですね。ただ、 そのコンテンツ、おそらくコンテンツが変わってないですとか、まあ、リダイレクトされているなどの理由で、あの、ちょっと、そこまでちょっと細かくは見ていないんですけれども、そのページの、えっとですね、あ,あ、ちょっと説明難しいな。えっと、この、今リダイレクトしているページの、え、っと、 あすみません。移転したページっていうのはまだ別々のページとして、えー、と Google は考えています。で、この旧ページに関しては、コンテンツが、えー、となくなったとは認識していなくて、おそらく一時的な移転のような形で捉えていて、そして今現在、このページのコンテンツは、この4月の中旬にクロールした情報を使っていますということです。ですので、Search Console の表示は何の問題もなくて、 今年の4月の中旬のままと表示されていて、実際にランキングにもこの4月の中旬のままの、Google が取得したコンテンツが使われています。で、じゃあ何が起きているかというと、実際に、まあ、12月のコアアップデートで、このサイトの順位が改善されて、このサイトの順位が上がったということが起きたということですね。ですので、このサイトの、あの、まだあの、 まあ実際、ちょっとそこまで細かく見てないんですけれども、この元のページ自体が、おそらく、今ちょっとさっきも言った通りなんですけれども、一時的な移転として扱われているために、おそらくですね、旧過去にクロールしたコンテンツが使っを使ってランキングを作っていますというようなことになっています。で、その最後の方のえとドメインだけの評価に思えますが、 というところなんですけれども、やっぱりあのこのクロール、インデックス、先ほどちょっとお話ししたランキングというプロセス、検索結果の配信、ランキングというプロセスに関して、この再クロールをしなくても、ランキングのプロセスが、ランキングの中のアルゴリズムが変わることで、このクロールした情報に基づいて作られたインデックスサーバーの中の情報を持ってきて、最後にランキングのプロ 要素が加わるので順位がが変わるることがあるんですねですので、再度クロールする必要がはあるかというと、あのないですとあ。ないですというか、必要があるかどうかというよりも、再度クロールしなくても、順位が変動があるお起こることは起こりえますと。で、この場合は、中身を見ていないのではなくて、4月の時点に取得してきた中身を見ています。ということあちょっと説明が下手ですね。 これもう一回やっていいですかって言いたいけど、ダメですね <laughs>。あの、まあ、あの、はい。この、今、最後の説明が一番わかりやすいと思います。このサイトに関しては、結局、あの、4月の中旬のままの頃のコンテンツを使って、あの、判断されてるので、中身見てないわけではないですよっていうのをまずお伝えしたいことが一つ。あ、てか、それをちょっとお伝えしたかったなと。なので、ドメインだけの評価で何か順位がついてるわけでは全然ないですよ。 で、あともう一つですね、似た質問を1年以上前にしていますが、というのが、ちょっとどの質問についておっしゃられてるかちょっとわからないなと。であと、中身のないものを評価してしまったために僕らが改善しますと言った、もし本当にしていたたら言ったかも言うと思うんですけれども、ちょっとあんまりケースとしておあの記憶にはないので、もし何か具体、ちょっとあの、この件ですということがあれば、もう一回教えてほしいなと思いますた。おそらくちょっと何か誤解されてるんじゃないかなと。 いずれにしましても、このサイトに関しては旧サイト、もう新サイトも今、両方ともランキングされている状態ですので、いつか、もし本当にコンテンツが一致している場合には、そのうちあのえーと正規化、どちらかに正規化されると思います。という感じでよろしいでしょうか。すみません、ちょっとあの、はい、話が複雑だったので分かりにくかったかもしれないですけれども、分からなければもう一度ご質問いただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょう。記事の作成者に関する構造化データに関するご質問いただいております。記事の著者、オーサーとは別に、ファクトチェックや専門知識のアドバイスを行う監修者がいる場合、構造化データをマークアップする際に適切なプロパティはありますかとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えー、あります。ぜひですね、あのファクトチェックの構造化データ、 というものがありますので、ぜひファクトチェック構造化データなどで検索していただくと出てくると思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。で、まあ、そうですね、でこ,あのこの、まあ、構造化データに関しましては、検索、日本語の検索結果にも、あのまあ、僕が知っている限りは反映されているはずなんですけれども、ほとんど見たことはないかなと思いますので、実際に検索結果に反映されるかというと、なかなか。 反映されないかもしれないですけれども、まあ、将来的にもしくは何か別のところで他の、まあ、プラットフォームの方が使うような可能性もあったりすると思いますので、こういったものをあの適切に入れていくのは非常に重要なのではないかなと思いますので、ぜひやっていただくといいかなと思います。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。またどなたか、えー、とリンクをツイートしていただけると大変なとます。<laughs> いますはい。では、続いてのご質問に移りましょう。 ライブストリームコンテンツをインデックスさせる件に関するご質問をいただいております。ライブストリームコンテンツをインデックシング API を用いて送りたいのですが、以下2点確認させてください。えー、まず1点目。えーっと おビデオオブジェクトが正しくても HTML に問題があり、ビデオとしてインデックスさ,せされないことはありますでしょうかあこちらに関してですけども、まあ、はい、えーえー、と、ありますと。ビデオオブジェクトが正しい場合でも、ページをビデオとしてインデックス付けしない可能性というのは、あの、ありえますと。例えばあ、動画のサムネイルやコンテンツ URL にアクセスできない場合などお、そういった場合には、あの、インデックスされない。 時がありますので、ぜひぜひご注意くださいと。そして2点目、ビデオオブジェクトのアップロードデートは具体的にどの時間帯でしょうか コンテンツをページに反映させたタイミングでしょうかもしくはライブストリームの開始日時となるのでしょうかとのことです、えー。こちらに関してもヘルブ記事に書いてあると思うんですけども、まあ、アップロードの日、アップデート、ーアップロードデートに関しては動画がページに投稿された日時を正確に反映している必要がありますと。で、ライブストリーミングの場合、これはライブストリームの開始日 ストリームを開始する日と同じ時間ではないということは我々 Google は理解していますと。また、ブロードキャストイベントマークアップではあの特定のライブストリームの開始時刻を示す必要がありますので、えー、そういった意味でアップロードデートとは異なる時間帯になるかと思います。このあたりもヘルプ記事に書いてありますので、きっとどうなったかが、あのー、ツイートしてくれるかなと思います。 で、えー、次のページにいただいて、えー、私からは、その他参考になりそうな記事が、この二つありますので、ぜひこういった動画コンテンツを、あのぜひこういったブログですねえ、えーと、動画のベストブラクティスだったりとか、もう一点、スキーママークアップを使用して Google に動画を表示させる、えー、こういった、えー、記事、参考になりますので、ぜひ動画コンテンツをお持ちの方は一読していただけるといいかなと思います。 はい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。僕のページ送りがちょっと早かったですよね。はい。ありがとうございます。助かります。では、あ続いてのご質問に移りましょうかあ。サイトを削除したい件に関するご質問をいただいております。サイトを削除したつもりができてません。最新、最近作成した同じようなサイト名と被っていた、あいるため削除したいです。よろしくお願いいたしますとのことですが、こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですね、こちらに関しましては URL をいただいているんですけれども、まあ、僕が確認した範囲ではの、そもそもインデックスされてた形跡があまりない気がするしますので、インデックスはされてないんじゃないですかね。どうなんでしょう、この, <laughs>、まああの、例えばこんなクエリでこんなふうに出てくるよみたいなスクリーンショットですとか、そういったものを合わせていただけると、ちょっともう少し具体的なアドバイスができるかなと思います。はい よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。URL 検査やサイトマップで問題を指摘された件に関するご質問をいただいております。Google Search Console の URL 検査をしたところ、URL は Google に登録されていますが、問題があります。Google 検索結果には表示されますが、問題があるため、すべての拡張機能の対象にはなりません。 詳細と表示されました。また、サイトマップでサイトマップは読み取り可能ですが、エラーがあります。XML タグが指定されていませんと表示されます。ホームページビルダーでサイトマップをり作り、貼り付けたのですが、どこがいけないのかわかりません。ご指導のほどよろしくお願いいたしますとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、こちらに関しましては、まあ、URL をいただいていたんですけれども、 確認したところ、おそらくですね、こう質問いただいていたような状況は解決されたのではないかなと思います。ので、まあ、もし何か別の問題などが発生されていましたら、また別途ご質問いただければと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。 サイトリニューアル後、検索結果に出ない件に関するご質問いただいております。サイトをリニューアルしたところ、検索結果に出てこなくなった件についてお伺いいたします。サイトをリニューアルしたところ、その中の特定のページが検索結果に出てこなくなりました。 検索クエリはあ、指名検索のようなキーワードで、リニューアル前は検索結果に出てき、えー、ていました。リニューアルに合わせて URL は変更しておりますが、リニューアル前も後も、どちらのページも引っかからない状態です。調査したこととしては、以下3点のことを付け加えられております。まず1点目、サイトコロンで検索してもインデックスされていない。そして2点目、ソースを確認してもノーインデックスなどの記述はない。 で3点目、サイトマップ XML はあーサーバーに上がっている点、この3点を調査したとのことですが、えー、こちらいかがでしょうか。はい、えーと、そうですね、こちらに関しましても、まあ、サイトの URL をいただいておりまして、まあ、そちらを確認させていただいたところですね。まあ あの現時点ではもうすでに検索結果には出てきてるかなと思いますので、おそらく問題は解決されてるのではないかと思います。じゃあ、なんであの検索結果に表示されなかったのかっていう話なんですけれども、おそらくですね、この、早々確認してもノーインデックスなどの記述はないという話なんですけれども、インデックスされなかった理由としては、僕らもあの、 ちょっとですね、まあ、現時点から遡って確認できる範囲で見ただけですので、ちょっとよくわからないですけれども、あの、おそらくノーインデックスが入ってたのではないかなと思います。ただ、ノーインデックスを外してから実際にインデックスされるまでの間に、まあ、多少のタイムラグはあったのかもしれませんので、その間のこととして、まあ、ノーインデックスなどの記述はないとおっしゃられているのかもしれないですが、まあ、もともと、まあ、インデックスされなかった原因としては、 このノインデックスが入っていたことによるものかなと思いますはいありがとうございますはいありがとうございましたでは続いてのご質問に。すいうわけで本日のご質問本日今年のご質問はこれで以上となりますはい皆さんありがとうございましたありがとうございましたよいしょ 何か <laughs>、ね。すみません。あの、ちょっとですね、前回、あの、いろいろお話しした中で、あの、あの、ちょっと考えを整理して喋ろうと思って、そのメモったものを今、ここに持ってきただけの話なんですけれども、ちょっと、すみません。<laughs> まあ、あの、<laughs> 今日のこの配信で今年の最後ということで、まあ、一応2020年を振り返って一言、あ、一言何かそれぞれお話をしようかなと思いますので、うん、まあ、今年やっぱりすごい、 いろんな意味で特別な一年だったと思うんですね。それ、ね、<laughs> でも戻りまして、めっちゃちょっとトリップしていました。で、ま、うん、あ、アンナさん。 の方で、からどうですかね、今年1年振り返って、まあ今年の振り返り、そして来年に向けての何かの一言、うん、一言というか何でもアドバイスというわけではなくて、なんか何だろう、そうですね、ちょっと、はい、あのー、ちょっと急なことだったので、私の方で特に完璧は準備してないので、<laughs> ちょっとまとまってない可能性が私の方であるんですけど、<laughs> 今は。はい、えー、でもそうですね、やっぱり、えー、と今年すごい私たち,私たちも含め、皆さんもすごい なんていうか、異例のお年だったかなと思いますし、まあ、それの影響で、えー、今年の前半、だったりは、ちょっとオフィスアワーもできなかった時期だったりとか、あの、その、ことで皆さんにおご迷惑かけた時期っていうのは、あの、あるかなと思っていて、え、それはすごい、大変申し訳ないなと思っておりますと。ただ、あの、まあ、その後ですね、えっ、ー、と、まあ、我々も在宅勤務に、ちょっとずつは慣れてきていて、<laughs> えー、そして再開のメドが立ってきて、で、こうやってオフィスアワーをできているわけではあるんですけども、あのー、まあ、こをまあ、皆さんも在宅勤務慣れてきていらっしゃる方も多いかなと思うので、100%元に戻るみたいなことっていうのは、まあ、個人的にはないかなとは思っていますし、あのー、こういう半年、まあ、今、1年かの経験を経てですね、あのー、我々もなんかそういう リモートのやり方みたいなのはうまくあの活かしつつ今後のこういったあの配信に、えー、を楽しく面白く分かりやすく伝えられるようなあものに変えていけたらいいなと思ってはいるわけですね。なんか 多分我々はまだ、あのリモ、リモートだからこそできることをあまり試していないような気もしているので、まあ、ぜひぜひ、えっ、ー、と、多分皆さんの中にはそういう経験とか、あの、私よりも豊富な方々っていらっしゃったりはするんじゃないかなとか、こうやったらもっと面白くなるんじゃないかみたいなアイディアが。 ある方っていらっしゃるのかなと思うので、えーね、そういう何かアドバイス、こうやったらもっと見やすいのにな、みたいなアドバイスがいただけるとすごい嬉しいなと思いますし、なんかそういった言葉をお医に受け取って、えー、改善していく、我々もリモート化へのアップデート、できるように、えー、と努めていきたい来年1年だなと思ってます。 でも本当にそうですよねあの、スライドとかにしても、多分こここ、あのまあ、ちょっとこの間ロゴは変えましたけど、もうテンプレートも全然いじってないですし、あのーまあ、フォーマットもほとんど変えず、何も新しいこともせず、チャンネルの登録を促すようなことも何もせず。 でも我々もやっていることはあって、今までオフィスだと特に機材とか気にせずね、あのいられたと思うんですけど、あのこれを機にですね、なんとここにですね、こう見えるかな私はこう、配信用の、あ、 なんか落ちちゃった。配信用のマイクをですね、<laughs> あの準備したりですとか、カナヤさん、金谷さんの方でいろいろ機材をね、揃えられていて、皆さんに聞き取りやすい,い,いような設定を地味にですね、ちょっとずつあの変えていってたりはするんですよね。ただねあの、私まだ全然その機材周りとか詳しくないので、なんだろう。 初心者ユーチューバー向けにはこの機材がいいみたいなのもねあるとね教えていただけると試してみたいなと思うのでそういった話でもいいのでねぜひぜひアドバイスいただけたら嬉しいなと思います。まあそうですねあの編集とか動画の編集とかしろって言われそうだと思うんですけどそこはちょっとハードルが高いですねそこにそこに時間をちょっとかける余裕はすみません申し訳ないですけどちょっとあんまりないかなと思うのでまと、あ で取って出し的な感じで、そのまま、あの何にも未編集で、なので、ああ、ここもうちょっと言い直したかったな、みたいなこと結構あるんですけれども、その辺もあの、そのまま流してますと。なので、あの、下手だな、説,説明下手だな、みたいな人もいらっしゃると思うんですけど、まあ、あの、それよりでもあの、伝えることが大事だなと思ってるので、まず、でも上手くなりたいなと思ってますので、どんどんあの頑張りますと。ちなみに、質問的なものはここで終わってるので、この、 来年に向けてみたいな話はもういいやって方はこの辺で終わっていただいて大丈夫ですと。<laughs> 一応、もう多分1時間ぐらい経ってるかなと思いますので,、はい、で。一応、あのそうですね、僕の方で、まあ、簡単にあのこの1年ぐらいをちょっと振り返ってみたときに思うのはですね、僕は去年の年末にですね、インターネットのコンテンツがどんどん増えていてって話をちょっとしたかなと思うんですけど、このまでどれりのことをやってると今日が増えていくので、多分うまくいか,いかなくなるというか、 あのそのままだと大変なんじゃないかなって話は結構したかなと思うんですけれども、まあ実際ですね、さまざ、あ、まな分野でやっぱりサイト、コンテンツはどんどんあの今年も増えていったと思いますので、それは今後か、多分変わることのない、まあ、あの傾向かなと思いますので、まあここはすごくなんですかねあの、どう捉えるかって大事かなと思っています。やっぱり例例ええばば一部の例えば ちょっと古い本とか見ますと、何かあの例えばあの、サイトを作るという、なんかの簡単に儲かるみたいな本ってやっぱりあったりして、でそういった時代は正直もうだいぶあのもう過ぎたのではないかなと、やっぱり簡単に儲かるみたいな感じでは正直ないかなと、やっぱり単純に競合がたくさん増えてきていて、そして似たようなクオリティのあの、まあ、しかも十分なクオリティのコンテンツも増えている中で、 やっぱりあの同じことをやっていて同じような収益が上がるって考える方がちょっとなんかあの難しいかなと思いますのでそういう意味ではやっぱり新しいことをどんどんあの試みる必要がある時代になってるなと思いますので単純にあの10年ぐらい前からやられてる方がやっぱり収益が同じことをやっていて下がってるっていうのはやっぱりあのまあそうなる。 だろうなと正直思いますので、何かもっと新しいことをチャレンジされるといいかなと思います。でも、その新しいことのチャレンジっていうのは、例えば、サイトのコンテンツの改善とかだけではなくて、おそらくサイトの運営を通じて、例えば文章を書くことが得意だっていうことが分かったら、何か文章を書く方向で、何かあの世界を広げるですとか、サイトを作ることが得意だってことが分かったら、サイトを作るあの、まあ、クリエイター的なところで、クリエイターというかあの、エンまあ、ソフトウェアエンジニアじゃなくて、ね、と <laughs> 言葉が出てこない。まあ、ウェブデザイナー的なところで、例えば何かあの道を開くですとか、そういったような形でいろいろ考えられるといいのではないかなと、正直思ったりはしますと。で、まあ、ちょっとあの、検索の話に戻りますと、やっぱりあの、今僕はやっぱり思うのは、良いコンテンツは何かみたいなところが、まだまだまだ、まだ、なんていうんですかね、ちょっといろんな誤解と申しますか、あの、もう少し深められるところがあるんじゃないかなと思います。 でやっぱり例えばコンテンツといった場合に本当に文字通りコンテンツだけを見てテキスト、このテキストとこのテキストで例えば全然テキスト的に問題がないみたいに感じている方もいらっしゃる、まだいらっしゃるかなと思うんですけれどもあの例えばまあ分かりやすいところで言うと誰が言ったかみたいなこともでもひっくるめて僕らやっぱりコンテンツみたいなニュアンスで一言で言っちゃったりしてますけれどもやっぱり誰が そして、それが、例えば、どこに書かれているかですとか、実際に、ちょっとこれは、あの、すみません、ランキングに影響があるとかっていうのを、ちょっと別に、ちょっと一般論として話してるんですけれども、例えば、それが周りにどのようなまあ影響を受けてるかですとか、あの、どのような評判があるかですとか、そういったことまでひっくるめて、やっぱり良いコンテンツだったら、例えば、周りでも評判になっているだろうし、良いコンテンツであれば、大きな人にやっぱり影響を与えるでしょうし、みたいなところで、本当に良いコンテンツになっているかどうか、 みたいなことをやっぱり広い意味でやっぱり考えていただく必要があるかなと思いますと。やっぱそういうことがきちんとイメージできている方は、あの、すごく、あの、何ですかね、あの、より多くの成果が上げられるようになっていくんではないかなと思いますし、 あのー、って言うとなんかですね、すごくちょっと難しいことを言ってるような感じに思うかもしれないですけれども、やっぱりとはいえ、やっぱり Google 検索ってやっぱすごくやろうとしてることはシンプルで、やっぱり検索で物を探してる人がいます。その探してるものをかん、えー、と探してると思われる順番に表示しているということをただ目指しているだけですので、それも高速に表示しようとしてると。ですので、その、まあ、関連性みたいなものを、 やっぱり非常に重視していますので、そうした関連性が高い情報、ユーザーが探している、皆さんのサイトのユーザーが探していると思われるようなやっぱり情報を提供するということに、まあえー、やっていただくといいかなと思いますと。で、まあ、そこまでがまず一つで,で、その上で、これは大前提とした上で、その上で、例えばあのもう一歩余裕がある方ですとか、アドバンストの方は、 あのその上で Google がそれをどのように判断しようとしているかということを推測して、それを実装するというのは長い目で見て、やっぱりユーザーにとっても良いのではないかなと思いますので、そういったことはどんどんやっていただくといいかなと思います。これはあの何かアルゴリズムの、えー、とリバースエンジニアリングみたいなことをしてくださいと言っているのではなくて、それはどちらかというとちょっとスパム的な <laughs> 行為になるかなと思うんですけれども、そのアルゴリズムを逆読みして、アルゴリズムを最適化するという。 ことを言ってるのではなくて、僕らもユーザーにとって良いと思うことを、ユーザーが探していると思われるものを何らかのシグナルから掴もうとしていて、どういうものからそういうものが反映されるかっていうのをやっぱりきちんと想像して、そういったものにはきちんと対応していく。で、当然その前提としてはコンテンツが良いことが前提となるんですけれども、良いコンテンツがあって、それをきちんと Google に伝えるということができているサイトは、例えばあのアルゴリズムのアップデートなどがあった際にも、まあ、 影響っていうのはすごくあの少なくともマイナスの影響みたいなものは少ないかなと。で、ちょっとコアアップデートについて言及したので、ちょっと触れますと、やっぱコアアップデートなんかに関しても、例えば、あの本来の順位よりも上がりすぎてしまったサイトというのは、やっぱりその後下がることもあると思いますし、実際にあの下がったサイトもあれば上がったサイトもあって、割とソーシャルなどを見てますと、下がった方の方が 話題にしますので、なんか下がった方が目立つかなと思いますけれども、そういう時にやっぱり誰が静かになってるかみたいなちょっと注目するといいと思うんですね。まあ実際静かになってるからって上がったとも限らないですけれども、結構上がった方って、ポロっと今回はプラスだったみたいな感じでおっしゃられてる方もいて、なのでやっぱり、あの、すごくコアアップデートについてネガティブに思っている方もいらっしゃるかもしれないですし、表現も、あの、すごく、なんていうんですかね、あの、 ネガティブな表現をされる方も多いかなと思うんですけれども、そうではなくて、やっぱり僕らはユーザーが探している情報を、やっぱりあの届けたい、そのためにどんどん改善している、そして、なるべくスパムですとか、そういったものを避けようとして、いろいろな改善を試みている。ぜひですね、今日の紹介した2つ目の動画で、あの今日の前半で紹介した2つ目の,つ目の動画でを見ていただくと、ご理解いただけるかなと思うんですけれども、そのためにさまざまな あの変更などを試みていますので、それがまあコ,コアアップデートに限らないですけれども、アルゴリズムの変更となりますと。なので、そういったものに対して、まああのまあ、適切にサイトの評価していただいて、やっぱりちょっとあの本来の,あのコンテンツよりも良い順位になっているなと思ったら下がることもあるなぐらいに思っていただいていくといいかなと思います。やっぱサイトの社内で何か説明するのは難しいかもしれないですけれども、 そこで、あの、下がったらとにかく怒られるみたいな感じですと、ちょっとあの、あの、まあ、検索ってそういうものではないですよと、グーグルの検索の担当者も言ってましたと言っていただければと思いますので、上がることもあれば下がることもあるけれども、最終的にはやっぱりそのコンテンツが持っている、あの、あの適切な順位をあの、提供、ユーザーに、あの、まあ、表示していきたいなと思っておりますと。で、すみません。えっと で、最後に、最後にですね、やっぱり僕は結局思うのはですね、やっぱりあの、今回のやっぱりコロナの話にも触れますと、やっぱりすごい新しい方が増えたと思うんですね。例えば飲食店の方がデリバリーを始めるので、例えば今まではホームページとか真面目に、真面目にっていうと失礼ですけれども、あの、そんなにあの、近寄りでやってなかったけれども、そういった注文を受けるようにしたですとか、あの、まあ、Google マップに限らないですけれども、そういった、あの、地図情報、 ビジネスなどにも登録したみたいな方もいらっしゃると思いますし、そうした新しい方が、やっぱりうまく、まあオンラインのビジネスにを始められるように手助けしていきたいなと思います。ですので、あの、まあ何かあれば、あの、ご質問いただければと思いますし、そういった方々が悩んでいって、何か質問があるようであれば、僕らのオフィサーは何かを紹介していただいたり、まあフォーラムなんかを紹介していただくと嬉しいなと思います。 でこれはやっぱり来年もこの傾向ってどんどんどん、まあ、続いていくと思いますので、引き続き、まあ、初心者の方にも優しいようなオフィスアワーというのを心がけていきたいなと思いますので、引き続き皆さんどうぞよろしくお願いいたします。という感じで、今日はあの、はい、ここのカンペを少し <laughs> 見ながら喋ったので、前回のような、もういい途中で <laughs> 放棄するみたいな感じでよ,よかったかなと思いますが、<laughs> ちょっと困りました、ね。ありがとうございます。はい。 そんな感じですね。えーはい、はい。次回のウェブマスターじゃないわ。<laughs> 何ですか <laughs> 失礼しました。えー、ちょっとまだ、私自身あのなの、ブランドにン見きてないところもありまして、失言をしました。<laughs> まだ平成,平成ですね、平成。はい、<laughs> 次回の Google 検索オフィスアワー、こちらは2021年1月28日を予定しております。 あえー、と来年もぜひ皆さん見ていただけると嬉しいです。はいぜひ皆さんチャンネル,チャンネルの登録を。確かに。こっちから <laughs> <laughs> ま,だまだの方はぜひチャンネルを登録していただければと思います。やっぱ日本人の登録者多いなみたいになってくると僕らもあの、はい、まあねみたいな感じで社内で。<laughs> 社内で。まあ、立場は別に変わらないんですけれども、やっぱりなんかあの、 日本向けの何かがやりやすくなったりすることもあるかもしれないので、ぜひですね、あのよく見てるけど登録されてない方は本当に登録していただくと嬉しいなと思います。ぜひはい、そうですね、はい、では、いであ今年も皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、ぜひよいお年をお迎えください。はい <laughs> 皆さんもどうぞよい <laughs> お年を、すみません、なんかのぐちょっとグダグダな感じになりますが。は <laughs> い 来年もまた見てくださいね。は,い,はい。というか、皆さん、また LINE お会いしましょう <laughs> ここ。よいしょ。じゃあ、さよなら。良いお年を。良いお年を。